険すぎる野獣が危険すぎるルールでリミッターを完全に解除する、オープンフィンガーグローブ OFG によるキックボクシングルールの格闘技イベント第2弾ファイトクラブにて、木村フィリップミノルがヤーマンと対戦することが決定した。SNS でのバトルは発端に実現したこの一戦だが、普通の MMA やキックボクシングでは得られない刺激を求めてリングに引き寄せられた2人。先日の会見でも早く戦いたい、ヒリヒリを味わいたいと静かな口調ながらも戦いへの飢えを隠さなかった。